俺の姉はモテる。綺麗。うん、あら、何をしているのよ、グーテー。さっさと歩きなさいな。俺の名前はグーテー。あ、間違えた。俺の名前は月島伊織。高校2年生だ。まったく、荷物持ちもできないなんて。愚鈍なこと。え、うどん？あ、なんかうどん食べたくなってきたわね。そして、俺をこき使っているやつの名は月島レイカ。俺の姉だ。ねえねえ、君かわいいね。今暇？俺、美味しい水素水が飲めるお店知ってるんだけど、どうかな？街を歩けばナンパなんてしょっちゅうなもんで。あら、どうしようかしら。すんませんけど、今は兄弟でお出かけ中なんで。ね。というわけで、ごめんなさいね。まったく。よくやったわね、グーテー。虫よけもまた俺の役目なわけだ。この姉、弟のことを酷使しすぎじゃね？それにしても、私ってどうしてこんなにモテるのかしら。ナルシストめ。こんな私と違って、あんたって全然モテないわよね。不愛想だからかしら。もっとニコッと笑ってみれば。余計なお世話だよ。ああ、可愛くないわね。だからモテないのよ。この彼女いない歴イコール年齢ごとと。やかましいわ。いつもこれだ。姉は自分がモテるからといつもモテない俺をバカにしてくるのだ。特に最近どんどん調子に乗ってきている気がする。姉は通っている大学でもだいぶチヤホヤされているみたいだしな。ここいらでちょっとくらい姉を見返してやりたいところだが、どうしたらいいと思う？え？彼女作ればいいんじゃない？それができたら誰も苦労しないだろ。めっちゃ怒るじゃん。こいつの名前は朝日日和。俺のクラスメートだ。1年の頃からずっとクラスが一緒で、なんやかんやでいつも一緒にいる。いわゆる腐れ縁というやつだろうか。休日には一緒に遊んだりするくらいには仲がいい。女子の中で一番仲がいい友達だろう。より、俺はモテないから彼女ができないんだぞ。そんな人間に彼女を作ればとか正論でも言っちゃダメなんだ。どうして？傷つくからだよ。メンタル弱。彼女ね。でも、イオリはそんなに悪い男じゃないと思うよ。結構かっこいいと思うし。なんか言ったか？なんでもない。ま、どっちみち恋人を作るつもりとかないんだけどな。ああ、イオリって前からあんまり恋愛ごとに前向きじゃないもんね。どうしてなの？うん。答えたくないならいいから。そういうわけじゃないんだが、まあちょっと言いにくいのは確かだな。恥ずかしいし。しかし、どうすれば姉を見返すことができるのだろうか。一回くらいはあの姉をギャフンと言わせたいもんなんだかな。やっぱり彼女を作るのが手っ取り早いと思うけど。そうだよな。俺だって彼女が欲しくないわけじゃないんだが。あ、そうだ、うちがさ、恋人のふりとかしてあげようか。え、恋人のふり？うん、別に本気で付き合うわけじゃないしさ。どうかな。恋人のふりか。いいなそれ。よし、そうと決まれば早速今日の放課後うちに来てくれよ。え、今日？ダメか？ダメじゃないけど、心の準備が。ダメじゃないならいいよな。じゃ、よろしくな。へへへ、ふりとはいえ、いおりの彼女か。ふひひ。ん？誰その子？先日、告白されたんだ。はじめまして、いおりくんとお付き合いしている、朝日ひおりです。ふ、ふん。
はぁ、へぇ、くっくっく、驚いている驚いている。どうだ見たか姉よ、俺にだって彼女くらい作れるんだよ。まあ好意で彼女のふりをしてもらっているだけなんですけどね。はぁ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 、え、まあおい、一体何をするつもりで。日和ちゃんと言ったわね。え、あ、はい、言いましたけど。そっかそっか。はい、ドーン！ジーザス！あなたが弟にふさわしいか、私がチェックしてあげるわ。え？いやいやいや、なんでそんなことする必要があるんだ。私があなたのお姉ちゃんだからよ。なるほど。納得しちゃった。とにかく私の弟の恋人だって言うなら、それなりの、あれが必要なのよ。一体何が必要なのだろう。というわけで今から早速テストさせてもらうわよ。リビングまでいらっしゃい。はい。その前にこちらいただくわ。怖かった。しかし一体どういうつもりなんだろうか。俺に恋人ができたことなんて姉には何の関係もないのに。弟に彼女ができたのが嫌だったとかで、認めたくないからふさわしいかどうかチェックするなんて言い出したんじゃない。姉がないない。そうかな。うちの目にはなんかそういう感じに見えたけどな。弟を休日に連れ出して荷物持ちにするような姉だぞ。どうでもよかったら休日一緒にお出かけなんてしないと思うけど。日和、お前は何も分かってない。そうかな。じゃあ日和はどういう考えなわけ。はっ、分かったぜ。きっと俺たちの関係を疑っているんだぜ。関係？だって俺に恋人なんてできるわけないだろ。涙拭く？拭く。ともかくだ、姉は俺たちを疑っていて、俺たちは本当は偽物の恋人関係であることを暴こうとしているのかもしれない。そして暴いた後に俺を嘲笑うつもりなんだ。間違いない。そうかな。とにかく日和、くれぐれもバレないように頼む。はいはい、わかったよ。そんなこんなで俺たちはリビングへと足を踏み入れた。ふっ、来たわね。で、何をするつもりなんだ。ふっ、やはり恋人であると言うなら、弟のことを全て知らなければならないと思うのよ。え、恋人ってそういうもの？そんなことないと思うけど、恋人にだって隠しておきたいことの一つや二つあって当然だと思うし。え、恋人ってそういうもの？え、まあ、うちはそう思ってますけど。まあ、そういう考え方もあるわよね。でも、弟にふさわしいかどうかは話が別よ。なんかさっきより怖くないね。姉は顔だけが怖いんだ。中身は割とポンコツだ。ということで、今からクイズを出すわ。一問でも外れたら別れなさい。何問出すんだ。3問よ。意外と緩い。第1問。弟が今何歳か答えなさい。17歳ですよね。正解よ。なかなかやるわね。簡単すぎ、笑った。その後姉の出す問題はことごとく簡単で、日和は全問正解した。これで俺と日和は付き合っても問題ないよな。くっ、悔しそうな顔をしておるしておる。どちらかといえば弟を取られるのが嫌な姉の顔しているような気がするけど。なんでそんな具体的なの？え、なんとなくだけど。はっ、いいわ、認めてあげるわよ。そこら中でチュッチュしてればいいわ。言っちゃったね。ふん、
勝ったな。ついにあの姉をギャフンと言わせてやることができた。まあ本当はちゃんと彼女を作った上で勝利したかったところだけど。あのさ、聞いてもいい？なんだ？ほら、前にも聞いたじゃん。どうして恋愛ごとに前向きじゃないのかって。あれ聞かせてくれない？あー、まあそんな大した話じゃないんだが、俺父親と血がつながってなかったんだ。それって、まあ母親がそういうことをしていたってことだな。それが原因で父は家を出て行った。小学生の頃だったかな。それまでは幸せな家庭だったはずなんだけどな。そのことがきっかけか、愛ってのがよくわからなくなっちゃってさ。世間じゃ恋愛が素晴らしいことのようにされているけど、俺にはどうしてもそう思えなくて。だから前向きになれないっていうか。ごめん、気軽に聞いちゃって。いや、気にしないでくれ。それに今はそこまで後ろ向きじゃないんだ。そうなの？母が今の父親と再婚した時にさ、俺と姉は義理の兄弟になったんだが、その時姉がすごくよくしてくれてさ、今はあんなんだけど、俺はあの時のことを今でも感謝してて、なんか恩返しがしたいなってずっと思ってたんだ。だから俺は姉を守ることにしたんだ。守る？あの見た目だからやたらとモテるんだ。変な男も寄ってくるしで、だからそういう変な男から姉を守ろうってさ。だから今は彼女とかいいかなって。もちろん欲しくないわけじゃないんだが。そっか。悪いな、俺の個人的な理由なのに日和に恋人のふりなんかさせちゃって。ううん、うちから提案したんだから気にしないで。ありがとな、日和は最高の友達だぜ。あのさ、ん？いつかはお姉さんのこと守らなくていい日が来るわけじゃん。まあそうだろうな。姉にいい人が見つかれば。その時は恋愛ごとにも前向きになれるよね。それはそうだな。まあ前向きになったところですぐ恋人ができるもんじゃないだろうが。それさ、うちが予約しておいてもいいかな？え、それって なんちゃって。え、冗談冗談、忘れて。ジーザス、聞いちゃったわよ。だらだら、ひよりちゃん、ちょっと私の部屋に来ましょうか。あ、はい。俺は。あんたそこで待機。あ、はい。さてと。あの、ごめんなさい。え、弟に付き合わせちゃったみたいだから。え、あ、いえ、これはうちから提案したことですから。はあ、そんなこと言ってるけど、あなた弟のこと好きでしょ？わかります。バレバレよ。あの愚弟、鈍感だからそれに気づかず。まったく、あの愚弟にははっきり言わないと伝わらないから。ダメよ。応援してくれるんですか？え？さっきまではすごく嫌そうにしていた気がするんですけど。あれは、その…弟さんのこと好きですよね。ギク？今、ギクって言いましたよね。言ってないわ。腰のあたりからそのような音が出たのよ。大変じゃないですか。これが俗に言うぎっくり腰ね。それなら出るべき音はぎっくりじゃないんですか？ねえ、この不毛な会話続ける意味ある？ありますよ。なんで？すっきりしないじゃないですか。感は9大。そうね、白状するわ。私実はブラコンなの。
それなのに、どうして今まで意地悪なことばかりしてたんですか？だって、あの子、自分のことよりも私のことばっかりなんだもの。え？その気になれば、彼女なんていくらでも作れるくらいかっこよくて、いい子なのよ。なのに、私のことを守るためとか言って。気づいてたんですか？気づくも何も、中学生くらいの時にあの子が自分で言ったのよ。お姉ちゃんは一人だと危なっかしいから、俺が守るって。なるほど。でもね、姉としてはあの子に幸せになってもらいたいのよ。だから、私のことを嫌いになってもらおうと思っていたのよ。なのに、あの子、全然変わってない。そうだったんですか。ということは、お姉さん的には彼女を作ってほしいわけですよね。それじゃあ、さっきのテストは一体何のために？それはそれとして、弟を取られたくなかったからよ。お姉さんの気持ちは複雑ですね。まあでも、あなたは悪い子じゃなさそうだし、安心して弟を任せて。わあ、すっごい任せたくなさそうな顔。いつまでも弟離れできないんじゃダメよね。私も覚悟を決めるわ。どうする気ですか？あの子と話をしてくるわ。あんた今の話聞いて。まあどこから？さてとのところから。最初から全部聞いてるじゃない。でも途中でトイレ行ってるから。どこらへん？そんなこと言ってるけど、のあたりでトイレに行って、実は私ブラコンなのってあたりで戻ってきた。一番聞いておいてほしいところは聞かずに、一番聞いてほしくないところ聞かれちゃった。自分の聞かれたくないところが聞かれていないことにホッとしないでくれる？俺に意地悪だったのってそういう理由があったんだな。いおり、私のことは気にしないでいいから。だから、あの子の気持ちにちゃんと答えてあげてほしいの。あの子？ええ、ひよりちゃん、あなたのこと好きらしいわよ。え、なんでバラしちゃうんですか？そりゃバラすわよ。え、ひよりが俺を？そんなこと言って、お姉さんだって好きなくせに。私はあれよ、家族としての好きだし。嘘ですよ。なんでそんなことが言えるのよ。それはなんでそれを。ね、俺の寝顔一枚落ちてましたよ。ちゃんと全部隠したと思ったのに。バレバレですよ。クローゼットの中からちょっとはみ出してますからね。えい！私の弟コレクションが。これが家族として好きだとまだ言い張るんですか？でも私お姉ちゃんだし、義理とはいえ付き合うなんて。それを決めるのはイオリじゃないですか。チラリ。え、今決めろと？この流れで普通に考えさせてほしいんだが。ああ、逃げた。優柔不断なんだ。違うわ。いきなりすぎて頭が追いつかないんだよ。それにこんな大事なことを勢いで決めたくないだろ。イオリ、そのちゃんと考えるから、それでちゃんと答えを出すから。わかった、それでいいわ。ありがとう。それじゃあできるだけ早く答えを出すようにするよ。具体的には明日くらい。早くない？おまけ、お姉さんってスタイルいいですよね。ふふ、でしょ。いいな、うらやましいです。あなただって結構いい線いってるじゃない。私ほどじゃないけど自信持ちなさいよ。イオリはどういう感じがタイプなの？え、
おっと、それは姉的にも気になるわね。答えなさい、グテ。浮気とかしない子。割とガチなやつね、これ。なんというか、ごめん。浮気とかしない子ってガチなんだけど、推しと恋人は別ってそうなのかな。え、そりゃそうでしょ。